もう一つあるよ。日本書紀これ有名。日本書紀原文こうなの。何のとかわからんやろ。はい、都を思いて歌いていわく、橋きやし、和木への方ゆ雲い立ち雲って、これがいわゆる万葉仮名ってやつなのね。これ歌なの。橋けやし和木への方ゆ雲い立ち雲って歌なんです。次、これ知ってる人知ってるよ。読める？頑張って。山とは国のまほろまたたなずくあおかき山こもれる山としうるわし。古事記では有名な大和たけるが詠んだ歌。大和は国のまほろば、青くたたなずくでしょ。たたなずく青かきこもれる山としうるわし。そのところに何て字が使ってあります？とのところに。草冠に大の字でしょ。これ緩和して引いたら大って音しかない。ところが日本書紀の中で万葉仮名を使って明らかにととして読んでる。だから山大って読んでる。あれは日本史の先生がいかに万葉集、古事記、日本書紀、何も原文で一行も読んでないということをはっきり言うよ。自分はバカだということを証明しとる。ただ日本史の教科書、邪馬台国って言おるやろ。あれみんなバカも、誰も原文読んでない。日本書紀、万葉集も読んでない、初句日本後期も読んでない。読みはすぐ分かる。大って書いてあって、みんなとに使うんです、これ。ね、だからもうこれから今日聞いた人は、あれ邪馬台国って言っちゃいかんよ。もう大和国よ。それで邪馬台国って言われて、あっちこっち引っ張っていかれたら、違う、それは大和と読むんや、それは豊国や、そう主張したらいかんよ、他の人たち。さあ、ぎじわじでいよいよ入るよ。出だしこうなの。和人は大砲の盗難、大海の中にあり、山東によりて国有をなす。もう今までも前段階で聞いてきたでしょう。元百余国、漢の時朝見するものあり、あの金のこと。今、市役通ずるところ30国なり、軍より大砲軍ね。和に至るには海岸に従いて遂行し、韓国を経てたちまちみなし、たちまち東す、その北岸、クヤ韓国に至るには7000よりなり。さあ、さっきの理を思い出して、千里が67.5キロ。初めて1回を渡る千より約70キロ。大海、これもだから正しくは対馬、大馬国ね、に至る。これがもう対馬であることは明らかね。その大観を彦といい、福を日の森という。おるところは絶東方400よりばかり。土地は山険しく森林多く、道路は金緑の小道のごとし、千余個あり。両殿なく怪物を食いて自活す、船に乗り南北に指摘すという。これ魏志倭人伝の、これ出だしです。で、大砲軍はどこか。もういい、ソウルって分かった。川の名前から分かった。で、今まで大砲軍は洛陽の近くだっていう説もあった。でもやっぱりソウルだった。だから洛陽よりちょっと短いんです、河原に来るまでね。はい、水郷とか、はい、これです。洛陽軍平壌、はい、大砲軍ソウル。さあ、その大砲軍を出て7000より、小屋韓国、もう韓国のコゼットに指定した。そこから海を渡る1000より70キロ、対馬国に今の多分和田罪神社があるあたり。そこからこの前ね、豊の国古代史研究会の皆さんと行ってきた壱岐の島、壱岐国、これ1000里で、それから本当は次にまた松戸国まで1000里って書いてある。70キロ行ったらこっちしかない。さあ、それ証明していくよ。また南一回渡る千より名付けて、韓海という一大国に至ると今の三国志書いてある。
しかしこれは一国、これ間違いない、一国に至る。漢をまた彦といい福を日の森という方300里ばかり、畜牧草林多く3000ばかりの家あり、やや電池あり他を耕すもなお苦労に足らず、また南北に指摘す、そしてまた一回を渡る線よりって書いてあるでしょ。さっきの理由、ね、70キロです。70キロ弱です。松露国に至る。4000余湖あり、3階に添いておる。草木半も母性し、行くに前人を見ず、漁服を捕らうを好み、魚やアワビを捕らえることを好み、水新鮮となく皆沈没してこれを取る。これ海女漁のこと。もうここに一つ証拠あるよ。宗像の金ヶ崎って何で有名だっけ。うん、日本海女発祥の地。魏志倭人伝書いてあるよ、海女さんがおるって。さあ大本軍から和の上国に至る。でこのまた寛永の中にね、義略という、これまた車掌五感情と三国志の間の本がある。そこにほら魏志倭人伝と同じ文句あるよ。大砲より和に至る、海岸に従いて水行云々ってね、戦よりで、ここに明らかに対馬国って書いてある。それからあの有名な壱岐国ってちゃんとこの字が書いてある。だから魏志倭人伝も正しくは壱岐の国でなきゃいけなかったとか。今残っている本は中国は南宋12世紀の版本、12世紀の版本が誤植を犯しとるだけ。だからこの寛永という日本の9世紀に平安の貴族が書き写した手書きの本があるんだけど、そっちの方が正しい。ちゃんと対馬国、壱岐国って書いてある。うん。それからまたほら松露国出てくる。でまた同じこと書いてあるよ。人よく魚を捉え、魚服じゃないね、魚って書いてあるね。よく、水に不没しこれを取る。東南500里今度は五国に至る、こう出てくるわけね。だから三国志の前の本、前の前の本、みんな同じことが書いてある。対馬は書いてある、壱岐が書いてある。これ決定的やろ。壱岐までは間違いないよね。だからこの前一緒に旅してもらった、壱岐まで行ってきた。じゃあその壱岐の島からどっちに行くんだって。大事なことはどの半本取ってみても1000里行っとる、70キロ行っとる。70キロ行った先が松露国。重要だよね、重要だよね、これ覚えといてね。そしてこれまた出てくる、義略に曰く大砲より諸国に至る12000里。しかし一番古い12000里は落楼から河原の距離だったよ。これが僕が提案したこの国で初めての12000里の一番正しい数字ね。行ったよ壱岐国、暑かった、36度もあった、はい、半の辻石、この遺跡であることはもう学者に異論はない。これが半の辻石、これが当時の魏志倭人伝の壱岐の国ね。さあここで一つ後半と関係してくる、この半の辻石どうやって滅んだか。この前壱岐博物館行ってきた。そうしたらね、もう 4,5 世紀の頃に壱岐の島の人々がみんな博多の方に移ったって言いよった。それで壱岐の国寂れたって言いよった。これ違う。これね、僕が十数年前行ったらね、この話壱岐の島でごく普通だった。これなんかわかる、これ壱岐の島の有名なお土産、鬼だこ。鬼だこ上にあるのはこれ首だけの悪毒王っていう鬼、それが百合若大臣の兜をガシガシガシってかじってるとこ、これが鬼凧のデザインね。これ変な話なんだよ、百合若大臣ねが大臣になった頃、壱岐には5万匹とも言われるたくさんの鬼が住んでいて、皆さん考えてみない、今の壱岐の島の人口3万人よ。何この鬼5万匹って。百合若大臣がやっつけたから鬼になってるだけ。これ数は正しいかどうか知らん、しかしもうわかる、
これ一島民全員のことよ。で、百合若大臣が皆殺しにしたという事実だけが伝説で残った。この国ほとんど唯一のホロコーストの記録よ。これたった一人の女の子しか生き残らなかったって伝説知っとる私ね。で、鬼の城悪毒王っていう、手下に早手の太郎、遠見の次郎、つぶての三郎っている。で、この壱岐博物館よく見てきてください。隅っこの方につぶて石弾だったかな、なんだか灯弾ね、投げつける弾という、そういう遺跡がちゃんと出てる。つまり島民は弓矢を持ったやつもいるけども、多くの島民は石つぶてを投げて百合若大臣の軍に挑み寄った。その証がその灯弾という遺跡、遺物だから。これね、多分僕の推定で神宮皇后の軍なのよ。この豊国が後で神宮皇后にやっつけられるでしょうが、4世紀の半ば頃に。同じ頃、壱岐の島でもあの春の辻遺跡の末裔たちが、120年経った壱岐の島の住民が皆殺しにあったという、これ歴史の伝承だ。で、その時たまたま漁に出かけていた島民が全部皆殺しされた後に戻ってきて、ああ俺の家族が、俺の許嫁が、俺の彼女がみんな殺された、ドイツに、百合若大臣に、その悲しい伝承。この国で壱岐の島の島民が全員虐殺というホロコーストが神宮皇后の時にあったらしい。僕それを尋ねるために以前壱岐の島に行った。だからその時この伝承を拾って帰ってきた。ところが今のね、壱岐の島はさ、この半の辻遺跡で金儲けしようということで、自分たちがかつて滅ぼされたというその歴史、この伝承を語らんようになった。オンダコだけ売りよ、言われはって誰も知らん、売り寄る人が、え、もう忘れたんって、これあんたたちの先祖がみんな殺された歴史やがねって言ったんだけどね、みんな誰も知らん、ポカンとしよった。皆さん覚えててね、同じように豊国も皆殺しにはされなかったけどさ、米作る人いなくなるから、でも王族たちみんな殺されたんよ、クマソってことで。これが今回の魏志倭人伝を解くきっかけになっていったわけ。はい、沖縄たらし姫の豊国。